兵庫県知事の井戸俊三です。年度末、感染者が増加しています。緊急事態宣言解除から2週間が経過しましたが、県内の感染状況を見ると1週間の感染者数が前週比 1.3 倍となり、東京の 1.1 倍を上回るなど感染者急増の気配があります。ウイルスの変異株による感染も増加しつつあります。感染を再拡大させないためにも今が大事な時です。年度末の歓送迎会、謝恩会など行事の多い時期です。だからこそ県民の皆様には家庭施設等へのウイルスを持ち込まないよう次の取り組みにご協力ください。まず日中も含めた不要不急の外出の自粛をお願いします。緊急事態宣言対象地域をはじめ不要不急の都道府県間の移動を控えてください。飲食、カラオケなどリスクのある場所への出入りを自粛してください。2つに、卒業旅行、謝恩会、歓送迎会、花見による宴会などを控えるようお願いします。3つに、会食は同居家族を除き1グループ4人以内とし、長時間の飲食は控え、会話の際は扇子やマスク等により飛沫を防止してください。なお、飲食店等に対する営業時間短縮の要請については3月21日まで神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市の飲食店等において21時までの営業、お酒の提供は20時30分までとしてください。ご協力をよろしくお願いします。4つに、マスク、手洗い、定期的な換気、周りの人との一定の距離の確保など、密閉、密集、密接、いわゆる3密の回避をお願いします。5つに、在宅勤務、テレワークやテレビ会員などに一層取り組んでください。皆様一人一人がうつらない、うつさないという強い気持ちで取り組むことが大切です。今までの対応をしっかり続けて封じ込める基本としていただくよう、県民の皆さんのご協力をどうぞよろしくお願いいたします。